番大切にしていることはですね、家の、まあ、細かい部材部位というのも大事なんですが、もっとその見えない部分、うん、それから一番はですね、感じる部分ですね、うん、住む人はどんな感じで、うん、その毎日を過ごすかっていうところで、それにはやっぱり五感に接するですね、暑い寒い、それから、こう見て美しいって思える、うん、まあ、そういった空気感、光感、まあ、こういったものをですね、大事にしてます。一つはですね、はい、まあ、建物の室内の中のプロポーション、はい、すっきりした環境になるという見た目も大事です、はい、それはさらに、垂れかけができると、はい、温度の、移動がスムーズでないんですね。あ、はい、なので、まあ、見た目も確かにシンプルでかっこいい、はい、ただその垂れかけがないことによるこの空気の動きのスムーズさっていうのをどちらも兼ね備えているということ、はい、それとデザイン上、はい、どうしてもこう枠とかを作ってしまうとですね、うん、すっきり収められないんですね。そのすっきり感が非常に出やすい。何かあった時にも、建具を交換することが簡易にできる、はい、でそういったものもですね、いろいろな観点を見て採用させていただきました。それは使っていまして、うん、我々が思った以上にですね、室内を広く見えたり、うん、また使い勝手に関していろいろ改善されていて、まあ、ドアーツとかいろいろな工夫をされてきてますので、はい、まあ、そういったものがですね、常に前進されているということが我々にとっても前進しているところを一緒に歩きたいっていうのがあって採用、まあ、採用とか使わせていただいてます、はい、モチベーション、それはやっぱりですね、お客さんがいかに喜ぶか、それを見て、我々スタッフ側がいかに喜ぶか、うちの会社の旗印は、はい、嬉しいっていう漢字を書いてその周りに四角を2つ、はい、ますます嬉しいで、嬉しいっていう漢字の真ん中にはですね、はい、跳ねるっていうところあるんですけど、はい、跳ねる例点のところをハートのマークにしてました。心が中心だよ、いつも感じるのは心だから、痛いも寒いも嬉しいも悲しいも楽しいも嬉しいも気持ちいいも、まあ、みんな心が感じるものだから心を中心に考えたものづくり、はい、それから気持ちづくり、はい、そうするとやっぱり作るもの、生み出されるものがより良いものが生まれるんじゃないかなと、はい、まあ、それが私たちを今動かしている一番の原動力かもしれません、はい、ありがとうございます。